眼科医の平松です。今日は、視覚障害の障害者手帳とかね、そういうものについてお話ししようと思います。よく勘違いされることが多いんですけど、私 0.03、0.04 だから、で視覚障害になるんですかって言って、まあ、近視の方がそういうふうにおっしゃることはあるんですね。確かにインターネットとかいろんなところを見ると、0.02 とか 0.03 の人は視覚障害の難級に当たるって書いてあります。でもあれは、メガネとかをバッチリ合わせた視力のことを言ってるんですよ。つまり、メガネかけないで 0.04 の人を視覚障害者って言ってると、そんな人すごいたくさんいるわけで、で、かつその人メガネかければ車だって運転できるし、日常生活何でもできるのに、そんな人を、まあ、国がサポートするってやっぱちょっとおかしいことじゃないですか。なので、近視で見えないとか、老眼で見えないとか、それは視覚障害ではない。何らかの病気ですね。まあ、それが緑内障のこともあれば、糖尿病網膜症のこともあれば、黄斑変性のこともありますけれども、何らかの病気で見えない方に対してやってるので、メガネをかけた視力って思ってください。で、それでも相当悪い方ですね。つまり、なかなか自分一人で歩くのは辛いなとか、その程度の視力じゃないとなかなか認定が下りないっていうのがイメージとして近いですね。まあ、具体的に数字でご説明しましょう。1級、2級、3級、4級、5級、6級ってあるんですけども、一番まあ緩い6級ですね。まあ、良い方の視力で 0.3 から 0.4。まあ、これぐらいだとまあね、あり得るかもしれないですけど、それでもう片方の視力が 0.02 以下。これ結構きついんですよ。つまりメガネかけても 0.02 以下なんで、ほぼ、まあ、失明に近いぐらい相当悪くなっていて、もう片方も、まあ、それなりに悪いって言って、やっと6級。で、6級取って、すごく何かこう、保護を受けられるかというと、そうでもないんですね。まあ、ロービジョンって言って見えない方の視覚の、何か解除の道具を買う時のサポートっていうのはあるんで、まあ、そういう面ではいいですけれども、まあ、そんなじゃないですね。よく言うのは、1級、2級だとすごく、生活サポート、入ってくるけど、まあ、3級以下の場合はそんなじゃないかなってよく言います。じゃあ2級だとどんぐらいだっていうことですね。2級だとそもそも、良い方の視力ですね。まあ、両方やって、良い方の視力でも 0.02 以上で 0.03 以下とか、要は 0.03 までしか見えないような人、良い方で、が、初めて、視覚障害2級なんです。もちろん視野とか他の条件もあるんで、一概にちょっとこれだけとは言えないんですけれども、だからすごく見づらくて、日常生活に不自由がある人が、それを国とか自治体とかがサポートするのが視覚障害の制度であって、別に何の不自由もないけれども、なんか申請して、それが何かこう役に立つとか、そういうタイプのものではないんですよ。まあそういうのもありますよね。世の中の、国の保障とかそういうのって。まあそういうのもあるのは存じてますけれども、障害者認定、特に視覚障害者認定に関して言うと結構厳しいです。なんでこれ厳しいのかっていうと、まあいろんな要素があるんですけど、一つは視覚障害って視力で測定しますよね。だから、例えばあなたがこれ見えますとか、見えませんとかって言った場合、これを嘘つかれてしまうという可能性があるわけです。嘘をつかれてしまうと、これ難しいじゃないですか。で、正直 0.6 とか 0.7 の人が嘘ついて、ね、本当は 1.0 見えてるのに 0.67 にするのって、すごく見分けるの難しいんですよ。なぜかというと、0.67 だろうが 1.0 だろうが日常生活は普通に行えるからですね。でも、0.01、0.02、出てるって 1.0 の人が嘘つくのって結構無理があるんですね。なので、無理がないとか、ね、嘘がある程度判定できるであろう範囲に設定されてるっていうのも正直事実としてありますね。やっぱり、ね、善意だけの人ではなくて、もちろん皆さん苦しんで見づらいというのがあるんですけれども、そういうふうに悪いように使ってしまう人もいるので、まあ、そういうちょっと制度上の設計の問題があるっていうことは頭に入れていただけるとちょっと分かりやすいかなと思います。今日は見えなくなった方のための視覚障害についてっていうことのお話をしました。じゃあ、さらに深く言っていくと、自分や自分の家族がそれに当てはまりそうだけどどうすればいいですかって場合です。これは医者に言ってください。医者がすべてですね、障害者認定に当てはまるからすべて、じゃあ取りましょうっていうかっていうと、そんなではないですね。なぜかというと、障害者認定の範囲ですって言われると、
なんかこう見捨てられたって感じてしまう患者さんもやっぱりいるんですね。あとは私は障害者なのかっていうふうにやっぱネガティブに取られてしまうこともあるので、結構遠慮しながら言う医者は多いです。かつで、さっき言ったように6級とか5級とかって無理に取るメリットがすごく少ないんですね。となると患者さん側から、いや私はこうしたいですとか、そういうものがなければご紹介しないってことがありますので、まあもしかしたら当てはまるかなって言ったら、当てはまりますかって聞いてみてください。特に緑内障、網膜色素変性症の方の場合は視力というより視野の方が結構影響してきますね。特に網膜色素変性症ですね。なので網膜色素変性症の方の場合って視力が 1.0 ギリギリまで出ていて、ただ視野がすんごく欠けてるって方もいらっしゃいます。この場合は視力は出てるけれども視野の判定で視力視覚障害者の範疇に入ることがあるので、網膜色素変性症の方の場合は視力が出てても日常生活に不自由が出てくるようだったら、ちょっと一回相談してみてください。